はい、次行きましょう。ありがとうございました。音楽の感じ方とか体の使い方とかいっぱい教えてもらって、なんか見方が変わったって感じ。モーツァルトらしい演奏みたいなところとかも意識しないといけないなと思ったりしました。バウンのコード進行とかそういうのとかフレーズの感じ方とか他の曲でも活かせるようなことはたくさん教えていただけたかなとは思いますね。すごく